佐々木です。夜ゲーマーからは賛同しか得られないと思ってるんですけど、ゲーセン行きたくね。どやもね、今ゲーセンでプレイしたことあんまないって人結構いると思うんですよ。つうわけでね、これがゲーセンにっていうか、もはや法に守られてない地下闘技場に自ら足を運ばんとする君たち呆れたバカ野郎よ。今回は君たちにまずゲーセンの洗礼を受けないように徹底的にゲーセンのルールを僭越ながらご説明させていただきます。それでは早速どうぞ。しょがりがりえっす。お、どうしたん？ GT ファイター98やらんの？いや、なんか誰かやってんだけど初級者っぽいよね。あー、しゃあないわ。あ、おい、あのしょがり野郎入りやがった。うわ、ありえんやろ。ちょれ、あいつやるわ。これ割と当然の感情だと思うんですけど、自分の好きなことを始めてくれた人って大事にしたいじゃないですか。でもね、こういう人いるんですよ。お、誰かやってんじゃん。弱そう。初心者か。どれ行くか。ハンターの試験会場。いや、マジでいるから。で、こうやってゲーム初級者を意図的に狩る行為をしょがりって言うんやけど、ゲーセンに毎日買うような僕たちみたいなイカれたゲーマーはしょがりするやつも狩るんよね。僕らからしたら初級者は保護すべき対象なんですよ。どこかで道を踏み外してゲーセンでプレイしてしまった彼らをもっと沼らせたい。よって初級者のプレイはいかなる理由があろうと邪魔してはいけないのが暗黙のルールで、そのルールを破るプレイヤーに対しては二度としょがりをする気が起きないようなひどい対戦内容でひたすらボコる。なんなら後日そのプレイヤーが普通にプレイしてるだけなのに粘着して蹂躙する。わかるわかるよ。彼らは別に悪くないよね。そう、お金を払って乱入した相手がたまたま初級者だっただけですよね。何も問題はないよ。そして同様に僕たちもお金払って乱入した相手がたまたましょがりプレイヤーだった。ちなみに、たとえゲーセンに来たのが初めてでも、プレイが明らかに初級者じゃなかったら、それはただのそのゲーセンにおける新規プレイヤーであって、むしろ僕らからするとある種道場破り的な位置にカテゴライズされるんで、めっちゃ乱入されます。連呼。負けたか。お、負けたわ。次俺やな。ディズニーでアトラクション待ちしててですよ。乗り終わったやつがまた最前列でアトラクションを代わりしてたらブチ切れますよね。ゲーセンでも同じように連続でコイン投入する行為は連呼と呼ばれ、ご法度とされています。そして一度連呼した罪は消えることがないんよね。おい、あいつこの前連呼してたぜ。哀れな、まさか連呼するかね。次の日には常連全員に広まって陰でめちゃくちゃ言われてます。いや、マジで言われますってか、急にすげえ嫌われます。なんなら身内でも10年前の連呼を話のネタにされたりする。これは皆さん、格ゲーマーだろうが音ゲーマーだろうが例外は一切ないので気をつけてください。でも一応この連呼が許されるパターンがあって、もちろん誰も待ってなかったら大丈夫。うわー、負けてもうだな。よし、やろう。この振り返って人の存在を確認する行為はめちゃくちゃ大事なので絶対にやってほしい。なんやけど、厳しいゲーセン警察がいる地域だと、うん、あいつ今連呼する前振り返ったけど椅子から立ってなくね。そう、立たなかったらアウトとしてる場合もあるんで、とりあえず皆さんは終わって連呼したくなってもとりあえず一回席を立っておくことをお勧めします。で、ここから補足ね。連呼は処刑で間違いないんやけど、一切の制約を受けず連呼が免罪とされるケースが一つだけあってね。それが自キャラが凄惨な死を遂げた時。わかりやすい例で言うと、チップ使いがスレイヤーの死ぬほど適当な電動音タイムをカウンターヒットした時とか、ゴーキ使いがトサナイマコトの何も考えてない唐草を通してしまった時、見るも無残な姿が画面に映し出されるんやけど、そしたら真顔で振り返って、この時絶対真顔ね、真剣な顔を用意してこうね、この瞬間にギャラリーが爆笑した場合、その後何もなかったかのようにゲームの画面にスッと視線戻してそのまま連呼して大丈夫。大丈夫、これは保証する。そうなんよ、連呼も負け方がおもろかったらセーフ。やりな兄ちゃん、いいもん見させてもらったぜ。むしろあやつは今連呼する義務がござるってなるから全然大丈夫。でも知り合い以外の人が一人でも近くで順番待ってるぽかったら絶対席を立ちましょう。エイパ中のコイン投入。うわ、最悪や、ループ入った。あー無理やな。あ、クレジット入った。落とすか。これ僕昔に聞いた話なんで全然経験したとかじゃないんですけど、永久コンボの最中にクレジットが入ったらそれが投了の合図らしいです。あー、エヴァ入った。して殺して。格ゲーマーの叫び、クレジット。僕このルールめっちゃ好きで、ヒットという北斗のプレイヤーから教えてもらいました。北斗の拳といえばあのバスケですよね。
今更ながら永久が基本とか早いんか。で、見た目も面白くて流行りましたけど、とにかく長いんよね。コンボ補正かかっちゃうから、体力ちょっとずつしか減らんし、もう慣れたプレイヤーだとミスらないんですよ。そんでその間、バスケやられてる方は人生で一番無駄な時間を過ごしてるんで、もう永久やめて普通に倒してくださいって合図でポイントにする。バスケやってる側も、クレジット入ったらバスケやめて普通に倒す。なんやろな、なんか良くない、この無言の会話。ちなみに、非永久中に各ゲーマーが取るコードで、僕が実際にゲーセンで見たやつは、パターン入った負け格や。見て見て、金髪のボインちゃんおる。小学生レベルの嘘をついたり。うわ、永久や。あいつミスんねえよな。仕方ない、やるか。やめろや。相手のボタンを押して物理的に妨害したり。うわ、永久最悪や。最近どうなん？結構やっとん。永久決めてきた相手と談笑したり。あー、これ無理やな。今日レインボー飲もうかな。ジュース買いに行ったり。このあたりはめっちゃ見ましたね。中でも僕のお気に入りは物理的な妨害ですね。これ見るのめっちゃおもろいから、やるプレイヤーもちゃんとわきまえてて、これギャラリーがいないとこじゃやらんのよ。すなわち誰かが見ているから許される行為に昇華するんですよ。幼少期のスーファミとかでもおったでしょ、操作妨害するやつ。あの極端に知能指数が低い行動をゲーセンで大人がやってるの本当に好き。遠征者優遇。謝罪開いたわ。ちょ待てよ。え、お前の横の人遠征者やぞ。え、そうなん。どうぞ。遠征者無敵なんですよね。わざわざ遠いとこからね、ゲームしに来てくれてるってのはもう非常にありがたいことでね。一回でも多くプレイして帰ってもらうためにも、各ゲーマーたちは遠征者にだけは普段絶対譲らないプレイ権を放棄するんですよ。各ゲーマーの数少ない心温かくなるシーンですね。なんやけど、やっぱりね、そこは各ゲーマー。第三者とかってわけじゃないけど、知り合いとかあんまりなくて、遠征者が来てる事情を知らない人ってやっぱいるじゃないですか。誰が遠征者とかわからずに普通にプレイしちゃう人ね。で、通常ね、遠征者が来てる場合って、ゲーセン内が遠征者側と常連側に二分化されるんですけど、ホーム対アウェイみたいなね。本当永遠の謎なんですが、なぜかそういう人たちって遠征側でプレイするんですよ。まあ、彼らの名誉のために言うけど、彼らは全く悪くないんですよ。自由にプレイ、大いに結構。でも遠征者が来てる場合だと常連が全力で排除しようとします。空気読めんな。今はお前いいってひどすぎ、笑った。こういうのも直接ね、今遠くから来てくれてる人たちいるんで、僕らと同じ側でやりませんかって言ってあげればいいんですけど、そこはね、絶対の自信を持ってコミュ力ゼロなんで僕たち。打足にはなるんですけど、この遠征者優遇システムに気づいた僕たち愛媛勢が取った行動は一つ。お、ダイ相手は次俺やな。ちょっと待って。確かに次順番的にはお前やけど、ゲーセンからの距離的に俺遠征者じゃない？家が遠い方が勝ち。このシステムは強力すぎるがゆえに厳しい制約がかかってですね、笑いを取れなかったら普通に切られて終わります。未来の格ゲーマー。お前の今の対戦相手めっちゃ子供やぞ。多分5歳くらいの。マジか。いやー、乱入してきたのに動きめちゃくちゃだから変だと思ったんよね。マジか。ごめん。これはね、賛否両論あると思いますが、てか真の正解なんてないんですが、もうほんと小さい子が何かの間違いで乱入してきた時、全力で勝負を引き伸ばして限界ギリギリまで遊ばせてあげた後、倒すべきだと思ってます。てめえの血は何色だ？卑怯の皮をかぶった悪魔め。こんな意見あるともう承知してる。確かに負けてあげればいいかもしれん。でもね、対面でお金を入れてしまった以上、もう一人の格ゲーマーなんよ。使い方がわからなくても、銃を突きつけるその行為の意味を教えてあげなきゃいけない。クレジットは命より重い。結論としては、むしろ負けてあげると、その子の格ゲー人生をダメにする。少なくとも僕はこう信じて、あまりに小さな牙を向けてきた未来の格ゲーマーをほふってきました。いや、待って、てかね、どういう経緯なん？何をどう間違ったら、そんな年齢でゲーセンで、しかも格ゲーをお金入れでプレイしようとするん？素質がありすぎるやろ。この年でお金をゲームに使うなんて、恐ろしい子。でもそれ以上に、悲しい子。僕でさ、5歳くらいの頃なんて、流行ってたわ。いやでもマジで結構あるんですよ。めっちゃ小さな女の子に乱入されたことある。で、やっぱまだちっちゃいんで、自分が負けたことすら分かってなくて、対戦終わってもまだレバーを必死にいじってたりするんですよ。これほどね、心がぶれる瞬間はないよ。多分この瞬間だけはいきなり誰かにぶん殴られても何も抵抗しないと思う。調整で残儀にソニックブームついても全て受け入れると思う。で、心が空っぽのまんま、もし仮にこの子が CPU 戦やっててもすぐに負けてしまう。それなら一層ギリギリまで遊ばせてあげて、せめて俺のような格
ゲーマーの手で。こうやって自分を正当化してきましたが、まだ答えは見つかっていません。でも、唯一救われるケースが、親同伴の場合ね。やっぱね、あー負けちゃったねーとか、フォローしてくれる人がおるだけで、ちゃんと心は痛いけど、だいぶ救われるから。てかもうね、親御さんは、ちっちゃな子をゲーセンに絶対放置しないでほしいし、小さな子は一人でゲーセン来ちゃダメ。じゃないと僕みたいなゲーマーがまた生まれる。はい、ゲーセンルールでした。次回の動画はゲームを書籍に活かしてみたし、ツイッターでちょろっと言ったんですが、コーチの本をゲームに活かします。楽しみにどうぞ。今回は以上です。対戦ありがとうございました。ほいじゃあまたね。